寺村信幸は、日本の官僚。元国税庁長官。血液型は B 型。満州生まれ、育ちは愛知県。蒲郡市立片野原小学校、片野原中学校中途で、港区立青山中学校に転校。都立日比谷高校を経て、東京大学法学部三類を卒業後の1961年。 大倉省入省。最初の配属は銀行局金融制度調査官付け。主に官房都主計局に長く在籍し、銀行局経験は入省時の2年2ヶ月余りと総務課長補佐時代のみ。その後、主計官、道などを経て山口光秀次官、西垣明官房長時代、続いて吉野義彦次官。 小賀湯正美官房長時代の1985から1986年の2年間、官房秘書課長。1987年からの3年間、主計局次長。同局三席次長、次席次長、筆頭次長と昇格する間、西垣や小賀湯局長のもと、斎藤次郎、篠沢京介らが、上司に、藤井岳氏、小村岳氏、枠井王子、中島義吉らが、 部下にいた。秘書課長時代から大倉本流の山口、吉野領事館などに仕え、また大物 OB の竹内道を長岡実、松下安浦にアプローチしたことで、自らも大倉本流入りする人脈を築き上げた。経済企画庁官房長を経て、バブル崩壊後、大倉本流として、金融制度改革の仕上げのためにピンチヒッターとして、 理財局長から銀行局長に横滑りした。土田正彦前銀行局長の後任には、同じ小石川公主審、かつ業態別紙会社総合参入方式という、中途半端、ながら、垣根を取り払う金融制度改革を仕上げ、銀行、証券料畑で通用する人材として、松野正彦が予定されていたが、証券業界、大手4社中んづく、 ガリバーノ村証券との関係が悪化していた、市場主義的な松野を安田博士次官が体官時、自らと共に体官させた。代わって証券局長に小川忠氏、銀行局長に寺村が当てられた。銀行局長在任中、これら本流人脈をフル活用し、日米円、ドルイン会合意文書に見る金融自由化、国際化の中で、 五層戦断方式と呼ばれた金融システム維持及び再編強化という難解な舵取りの諸施策に当たった。具体的には、兵庫銀行には、山田実吉田まさき、ひすみ金には、岡島和浦大倉 OB を当てた、救済処置を取りながら、釜石新金は解体、生産したように、両者の再建、解体の基準の明確性ないし公平性。 預金保険機構の保険料率引上げといった実態に即したあり方などが問われた。関解高齢の任期の点から、寺村は1961年入賞年時からの時間就任は見送られ、1994年7月から翌1995年5月まで国税庁、長官。退官後は、ケンブリッジ大学客員研究員、国家公務員共済組合連合会理事長、 中央大学法学武道大学院客員教授、帝京大学大学院客員教授、三重中京大学大学院客員教授などを歴任。その他、2005年9月、日本講和損害保険顧問、2006年7月、株式会社三社員式取締役。入賞同期に、野田み浜本英介、松野正彦、畠山茂、八木橋厚男、源氏田重義。 田中誠治など、ありがとうございます。